ベイツ社は、ジャッジも大谷も素晴らしい選手だ。今の球界には信じられないほどの才能が集まっている、とした上で、太田の方がジャッジよりも、より印象に残るというだろう。ジャッジもすごいけど過去に誰かが達成した記録ばかり、一方大谷は誰も成し遂げたことない記録ばかり。人気球団であの実力の割に不遇だよな。ジャッジユニ売り上げも3位やで。ジャッジ大谷論争って日本人が言ってるだけじゃなくて向こうでも X とかでバッチバチにやり合ってるで。大谷130打点134得点、ジャッジ144打点122得点、得点力はこの二人がぶっちぎってる。大谷が人気なのもそうだけどジャッジがマジで人気ないからな。英語圏の X では日本人の比じゃないくらい煽り合いやっててビビる大谷 vs リンドア、ジャッジ、アラエス。ルイダス勝ってるのは実際誇っていい。MLB エアプだけどジャッジ普通にイケメンだし人気超ありそうなのにね。ジャッジの方が打撃成績いいのに大谷の方が WPAH 勝ってるからな。良いところで打ちまくってる。成績は圧倒的だけど地味ではある。そもそもジャッジと比較できる段階にいる選手が大谷しかいない。ジャッジってマジで人気ないんかヤンカスってファンの数はクソ多いやろ。あんまり大谷言ってるとジャッジが嫉妬でバリーボンズみたいに道を踏み外してしまうかも。WPA でジャッジに勝ってるのはすごいと思うてか堂々の1位。打点王なのに得点の方が多いってすごいと思う。高級筆打を極めすぎて本当に同じホームランのリプレイしか見れないのが地味。トラウトもその系統やね。つくづくエンゼルスが2022にヤンキースからのトレード打診断ったのが惜しい。ジャッジ大谷の並びが見たかった。二人とも二冠王でジャッジの方がホームランも打点も多い。全体の MVP を一人選べとなるとジャッジになるんだろうな。ジャッジは最後の5発が効いたな。まあ大谷の追い上げもすごかったけど、リハビリ中で打者しかできない大谷より上のやつがいなかったらつまらなかったから、ジャッジがいてよかった。